夜光虫、直径1ミリほどの原生動物。昔は海シラミとも呼ばれ、外部からの刺激で発光する。夏の夜、船の波頭に刺激を受け、ちょっと間に合わない。間に合わなかったですね。いつも間に合わないんですよ。喋るのが遅いのかな？ということで、皆さんこんばんは。レトロゲーム大好きはるまりことはるきまりと申します。本日からですね、ちょっと、シリーズもの実況になるかなと思うんですけれども、こちら、夜光虫というね、ゲームで遊んでいこうと思います。マルチ、ストーリーのね、アドベンチャーゲームになっております。はい。いやー、かっこいいね。1995年に発売されたものです。あのね、大型の貨物船ダイアナという、船がありまして、主人公、私はですね、貨物船の船長でございます。でね、その船を出航していくにあたりですね、まあ、いろんな話があると。で、このね、航海が終われば、友人と、彼女とのね、結婚、ゆかちゃんっていう彼女との結婚が待っていると。ただね、そういう、なんか楽し、結婚が待っている、さなか、まあ、いろんなね、ことが起きていくというようなものでございます。では、進めていきましょう。ちょっと、知らない人のファイル入ってましたね。知らん人のファイル入ってたんで、ちょっと無視しましょう。びっくりしちゃった、今。はるまりでいきますね。はい。OK よ。決定。工藤薫さんの入ってたな。私、はるまりは貨物船ダイアナの船長である。本日、1ヶ月の休暇を終え、再びダイアナに乗船することとなった。出航1時間前、私の婚約者のゆかが見送りに来ていた。ゆか、来てくれたのか？見送りなんかいいと言ったの？いや、これはやっぱね、来てくれたのかでしょう。こっからも選択肢なの？早くない？選択肢出てくんの。ゆか、来てくれたのか？私は嬉しさのあまり思わず名前を呼んでいた。はるまりさん。また半年も会えなくなるのね。半年も会えないんだ。そりゃ大変だな。ゆかのスカーフが風に翻り、白いうなじが輝いた。仕方ないよ。俺の仕事は船乗りなんだから。名残惜しいけど、もう乗船しなければ。私がそう言って背を向けると、ゆかは目にいっぱいの涙を浮かべて抱きついてきた。私はそんなゆかがいじらしく思え、抱き寄せて頬にキスをした。泣かないで、半年なんてあっという間だ。すぐに帰ってくるよ。うん。お土産を楽しみにしながら待ってるわ。でも、貨物船でお土産って買って帰れるのかね？なんか、ね、飛行機での出張とかならお土産いっぱい買ってこれそうだけど。ゆかは寂しさを振り払うかのように明るく答えた。お土産か。指輪はどうだい？君の誕生日席はルビーだったね。あれ、ルビーの誕生石って、秋ぐらいの人だったっけ？一番見事な石を買ってくるよ。それを僕らの婚約指輪にしよう。婚約指輪？はるまりさん、嬉しい。ゆかが少女のような明るい笑顔を見せた。はるまり船長、そろそろ乗船してもらえ、まっか？二等航海士の末吉が私の後ろから声をかけた。末吉ね。末吉は私の後輩で、航海中は私の補佐をすることになっている。なるほど。大阪出身のひょうきん者で、ドジなところもあるが、その明るい性格が船のみんなから愛されている。なんかこう、愛され、明るいキャラクターみたい、いじられキャラクターみたいな感じかな。ああ、わかった。今行く。私は末吉にそう答えると、ゆっかの方へ顔を向けた。もう行かないと。くれぐれも体には気をつけて。君はあまり丈夫じゃない方だから。はるまりさん。名残を惜しむ二人の中を裂くように、再び汽笛が鳴り響いた。私と末吉を乗船するために、タラップを登り始めた。タラップって言うんだ、これ。この階段のことだよね。なあ、はるまり船長にはあんなべっぴんな婚約者がいて、わいも早くあんな綺麗な嫁さんが欲しいわ。
末吉がそうつぶやいた。私は末吉に言った。ははは。ははは。お前にだってすぐに可愛い彼女ができるさ。嫁さんもらう前に仕事を一人前になる方が先だろ。いやー、どういうキャラクターでいくかだよね、これは。でもやっぱさ、末吉はいじられキャラなわけじゃん。ってことは、前にもできるよよりも、そんなことより仕事が先だろ。っていう、こう、ちょっといじりを入れた方が、末吉もキャラが引き立つと思うのよね。嫁さんもらう前に仕事を一人前になる方が先だろ。こう言って末吉の頭を軽く小突いた。そうそう、こういうなんか冗談が言い合える関係がいいと思うのよ。あ、そりゃそうだよな。ははは。私は能天気に笑って答える末吉を見て、これは一人前になるのは当分先のことになりそうだと思った。船に上がると、上かな？先ほどの様子を見ていたクルーから冷やかしの声が上がった。あ、今のフューフューってのは冷やかしの声か。暑いですな、春丸船長。岩さん。真っ先に冷やかしてきたのが、交番長の岩倉だ。通称、ガンさん。あ、ガンさんか、岩さんじゃなかった。愛称で呼ばれる彼は、積み荷を管理するデッキクルーたちの親父さん的存在だ。堅物だとばっかり思っていたら、ちゃっかりあんな美人を捕まえてたなんて、隅に置けませんな。なんか今のとこ、平和だけどね。ねえ、照れ笑いを隠せなかった。ガンさんにからかわれて四苦八苦していると、機関長の南条が口を挟んだ。いや、いっぱい登場人物出てくるな。機関長とは船のエンジンを預かる重要な仕事の責任者だ。いや、ガンさん、春丸船長は愉快一筋。今時珍しい従順派ですよ。おい、南条。照れることじゃないじゃないか。まあ、もっとも、そんなところにゆかさんも惚れたんだろうがな。南條とは、商船大学の頃からの付き合いで、学生時代は勉強スポーツと何につけても競い合った。今こうして同じ船に乗り込み、船友同様として助け合っている。なるほどね。南條、怪しいな。ちょっと、花丸警部は、警部じゃないけど今回は。すぐ人を疑う癖があるからね。南條実はゆかのこと好きで、春丸殺そうとしてない？大丈夫？そう、ゆかと知り合ったのも実は南條の紹介だったのである。いわば南條は俺たちのキューピッドでもある。そんな話をしていると、一等航海士の三谷かな？三谷？三谷にしようかな？が、私の姿を見つけて駆け寄ってきた。春丸船長。はいはい。どうしました？そろそろ出発なんですが、深月先生がまだ、乗船していないのか？ええ。しょうがないな。私がため息混じりでそう言うと、いつの間にか三谷の後ろにいるじゃん。深月先生が立っていった。邪魔だよ、三谷くん。あ、これは、深月先生、失礼しました。深月先生っていうのは、繊維らしいですね。なるほど。一応、このね、説明書？夜光虫の説明書にですね、こう、どんな感じの容姿だよ、みたいなのがね、書いてあるので、今の深月先生とかだと、痩せ型、色白、切れ長の目、薄い唇に凍るような、なんか、冷たい笑いをいつも浮かべてる。薄気味悪い野郎だな。その方がね、なんかこう、イメージが湧きやすいと思うんだね。クソ暑い中、白衣をきっちりに着込んで、汗一つかいてないぜ。岩さんが、顔を歪めて、そう言った。なるほどね。あ、ガンさんだわ。ガンさんは以前からこの青白い顔をした繊維が気に入らないらしく、何かにつけて文句を言っていた。さあ出発だ。私の号令とともに繊維たちは各自持ち場に着いた。残りのクルーが家族との別れを惜しみデッキに集まる。私も今日は操縦は三谷に任せ、ゆかの顔を見るためにデッキに出ていた。船が最後の汽笛を鳴らしながら、うわー、はい。
もうゆっくり離れ始めてますね。船員たちは用意していた色とりどりのテープを本当にやるんだこれね。はるまり船長これを西吉が赤い紙テープを私に一つ渡してくれた。私はそれを布団に向かって思い切り投げ、ゆかがそのテープの端を取った。ゆか、はるまりさん。二人を結ぶテープはやがて張り詰め切れて海の底に消えた。船は大海原にその巨体をゆっくりに進めていった。怖ー。今のとこその2個ぐらいしか選択肢ないからね、あんまりだけど。波の音に汽笛の音が重なり合ってあたりに響いていく。おー、始まったね。私は航海日誌をつけるため船長室に入った。テーブルに向かい、真新しい航海日誌の1ページ目を開いてこう書いた。本船が無事に目的地にたどり着けますように。無事に日本に戻ってこれますように。まずは目的地じゃない？これなんか左右すんのこれね。え、本船が無事に目的地にたどり着きますように。私は祈るような思いでそう書き綴った。あ、すごい。窓の外では夜の海に夜光虫が輝いている。綺麗だ。思わずそうつぶやいたその時、もう？怖い。ペン先からインクが落ちて西にシミが広がった。しまった。シミはみるみるうちに不気味に広がり、まるで大きな鎌を持った死神のような模様を作った。不吉な。私は不吉な予感を否定するように頭を振った。大丈夫、何もあるものか。私は出航の時の紙テープの切れ端をしおり代わりに挟み日誌を閉じた。赤い糸が切れるみたいな、赤い紙が切れるみたいな、良くない感じしちゃうけどね。日誌をつけ終えた私は夜風に当たるためにデッキに出た。近藤？近藤が見回りをしていたって、近藤って出てきてた？今まで。出てきてないよね。近藤ね。はるまり船長、こんな夜更けにどうしたんですか？夜景か。ご苦労さん。ガンさんはどうした？怖い。彼も当番じゃなかったか。死んだ？ガンさん死んだ？岩倉さんは、どうしたどうしたどうした？言いづらそうにしている近藤を見て、私はガンさんの悪い癖を思い出した。ああ、なんだ。また麻雀か。ガンさんの博打好きには困ったもんだな。本当に？大丈夫？生きてるの確認した方がよくない？怖いよね。自分のことでもないのに申し訳なさそうに頭をかいている近藤に、私は言った。よし、たまには私も見回りに付き合うかな。そんな恐れ多いですよ。構わんよ、最高。私と近藤は一緒に小判を歩き始めた。点検といってもこうして船内を見回るのが主な作業である。ふと横を見ると周りの海面がまるで星でも降ったような輝きを放っている。こんなに光るのかな。見てみたい気もするね。夜光虫か。海面で光り輝く夜光虫を見て私はつぶやいた。綺麗なものですね。ああ、虫があんなに綺麗な光を出すとは信じられないな。ね。ホタル、海版ホタルみたいなことだよね。夜光虫の光は本線の航路をなぞるように長い光の帯を引いて輝いていた。こうして夜光虫を見ていると田舎のホタルを思い出します。そうでしょ、私もホタルって言ったもん、かぶっちゃったね。ホタル？僕の田舎ではお盆になるとホタルが一斉に飛び交うんです。私ホタル見たことないから見たいですね。死者の霊が家族を訪ねてくるんだって。ホタルか、今ではすっかり少なくなったな。昔はどこにでもいたものだが、
そうですね。そうなんだ。今度は寂しげな表情で話し始めた。めっちゃ暗い話するじゃん。やめてほしい、この夜に。僕の両親は僕がまだ子供の頃に亡くなってしまったんです。それは知らなかった。お盆になるといつも僕はホタルを2匹瓶に詰めて家まで持って帰りました。そうしてると両親がそばにいてくれるような気がして、今度はそう言って目の前の夜光虫の群れを見つめた。私は近藤に「人の受け売りだが夜光虫の話でも聞くか。きっとご両親はホタルの目を通してお前のことを見守ってくれているよ。個人的には夜光虫の話気になるけど、なんか今のムード的にさ、急にそんなこと言われたらさ、ある程度なんか温かい言葉をかけてあげた方がいいよね。きっとご両親はホタルの目を通してお前のことを見守ってくれているよ。なんか戸惑ってない？嫌がってる ミスったこれ そうかもしれませんね。ほら、さっさと見回りを済ませちまおう。はい。私と近藤は交番を歩き始めた。なんか音しなかった？音がしなかったか？なんか嫌な音しましたよね。怖かったよ。あたりを見回すと、私たちの他には誰もいなかった。始まったね、これ。あ、ガンさんだわ。絶対ガンさんだわ。違うかな。近くには、外から荷物を吊るためのワイヤー。ワイヤーね。ワイヤー怪しいな。小型プールね。小型プールがあるだけだった。その中にガンさん沈んだりしてない？怖くなってきたな、ちょっと。プールといっても、せいぜい2、3人が入ったらいっぱいになってしまうような代物だ。以前、外国人クルーが乗船した時に水浴び用に取り付けたものだ。彼らが下船してから使うものもいなくなり、今ではビニールシートが被せてある。怪しいですね。船長、何が聞こえたんです？水の音が聞こえたんだが。嫌だな、はるまり船長。海の上で水の音が聞こえるのは当たり前じゃないですか。いや、そうじゃなくて、何かが跳ねるような音だったんだが。跳ねる音ね。私には聞こえませんでしたよ。今度は首をかしげた。私は答えた。気のせいか。確かに聞こえたんだが。いやもう、ここはね、気のせいで終わらせたら、ダメよ。また被害者が増えるか発見が遅れるから、聞こえたってもう粘ろう。確かに聞こえた。めっちゃ無視されてる。それより船長、早めに見回りを済ませましょうよ。そうだな。近藤なんかやった？近藤が何かを隠そうとしてるような素振りを見せたが、私はそれ以上何も言わなかった。なんかポイ捨てしたのか？私は再び歩き始めた。特に異常はなさそうですね。近藤が私にそう言った。よし、今日はこのぐらいでいいだろう。明日のために早く寝よっか。そうですね。私たちはそれぞれの部屋に戻り、翌日に備えることにした。おやすみなさい、船長。あ、おやすみ。もう誰か死んでない？